シフトキーを押しながらドラッグしてコピー貼り付けにコントロール C、コントロール V ではなくコントロール D を押すとこのように一気にコピペができます一度消しますこの状態でコントロールシフトを押しながらドラッグをすると水平にコピーすることができますこれをいくつか追加するときに等倍にするにはこの状態で F4 キーを 2回押しますすると等倍で同じ図形を書くことができますショートカットキー便利ですよねみなさんこんにちはイナワーク TV の川島ですいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますショートカット便利ですよね時短につながりますので覚えたいなと思う人は多いと思います TV でも昨年宝島社さんからこのように時短術の本を出版いたしましたですがですがですねショートトカット覚えるののに大変といいいうう方は多いのでは多ででなしょうか。もちろんショートカットというのは安易にやみくもに全部暗記で覚えるものではないんですがでもねそれでも覚えることは多いです。 今回はショートカット以外で時短につながる機能いっぱいありますのでそちらをご紹介していきたいと思います時短につながるショートカット以外の機能4つご紹介しますので是非設定などを変更して活用してみてくださいでは1つ目から行います まず一つ目。これは、スタート、電源を入れたときによく起動するものであれば自動的に起動しておく設定があります。これは、スタートアップという機能になりますが、パソコンの電源を入れたときの機能と、もう一つはアプリを起動したときですね。よく新規作成しますよね。そのときに、 ホーム画面が出てもう一度白紙の文書などからクリックして開くということがあります。それもいらないという場合は設定を変更して一度に新規作成することができます。この設定を解説します。まずはパソコンを起動した時に自動的によく使うアプリが起動してくる設定を行います。では、このエクスプローラーを一度クリックします。 このエクスプローラー、今私はホームなどになっていますが、ここ一度クリックします。ホームの上でなくても構いません。そしてこの上に、このように入力していただきたいんですね。これは英語なので、ちょっと面倒だなと思ったら、この動画の概要欄下、もっと見るというところに、この英語を記載しておきますので、これコピペしてアクセスしてみてください。 シェルコロンスタートアップということになりますこの他の方法もありますが今回はこの方法をご案内します。これでエンターキーを押します。するとこのようにスタートアップのフォルダーの中にアクセスをすることができました。 今私のパソコンの中には Google Keep と Quick Loop という、まあ、アプリをインストールしたんですね。それが自動的に起動するように設定されています。例えばメモ帳などを毎回のように使うという人がいたとしましょう。そうしましたら電源を入れたら何もしないでメモ帳が自動的に起動する設定にしてみたいと思います。その場合はこの画面を少し避けて このように出しといて、そしてメモ帳を、まずこちらに開けていきます。まずは、スタートをクリックして、メモ帳がここにない場合、すべてのアプリをクリックし、メモ帳ですから、スクロールをしていただいて、まームメですね。はい、メモ帳ですね。一番下の方になります。メモ帳、クリックしたら、メモ帳が起動してしまいますので、クリックしないで、 このまま押しながら、ドラッグしながら、こちらに持ってくると、リンクとこのようなメッセージになります。マウスを離すと、このようにメモ帳が追加されたのがわかりますね。これで再起動をすると、何もしないでメモ帳が自動的に新規作成されて起動してきます。よく使うものであれば、このようにしてスタートアップに入れといてください。 まあ、いろいろね、やりすぎてしまうのも、起動時にすごく負荷がかかりますので、たくさん入れればいいというものではありません。逆にもしいらないものであれば、このメモ帳いらなかったとします。選択した状態で、デリートキーで消します。すると、メモ帳がアンインストールされたわけではなく、スタートアップの中から消えるということになりますので、安心してください。 スタートアップもあまり入れすぎるのはよくありません。またそれとは別に、マイクロソフトでもともとスタートアップに入っているアプリ一覧があるので、そちらからいらないものは消してしまうということもできます。今度は設定を開きます。スタートの上で、右クリックをして、そしてこの一覧に設定があります。これは左クリックで構いません。クリックをします。 設定の中のアプリをクリックし、一番下にスタートアップというのがあります。こちらを開けると、すでにアプリ一覧があって、ここからオンオフ、すでにオンやオフがあると思いますが、いらないもの。例えば私の場合は、これメッセンジャーが、これ Facebook ですね。このメッセンジャーがスタートした時に自動的に起動してしまうんですね。 それほどメッセンジャーを使うわけではありませんので、これメッセンジャーアプリはオフにします。オンになっていますので、オフにすることで起動時にメッセンジャーが起動してくるのを防ぐことができます。このようにアプリ一覧からいらないなと思ったものはオフにしてみてください。画面を閉じます。今度はアプリを起動した時ですね。では、Excel を起動してみましょうか。 エクセルを起動すると、このようになりますよね、皆さんね。そして、大体の方は、空白のブックを開いて、そして作業を始めると思います。これ、初期設定を変更することができます。その場合は、ワードもエクセルもパワーポイントも同じ設定になります。ファイルから、一番下にあるオプションを選択します。最初の画面、 全般タブの中の一番下に、ここ、このアプリケーションの起動時にスタート画面を表示するにチェックが入っているんですね。つまり、いつものあの画面はスタート画面と言います。この画面が表示するように初期設定ができています。なので、この設定を外してあげます。そして、OK をクリックします。 では一度エクセル閉じますね。ではエクセルを開いてみます。すると最初にこの白紙が開いてきます。とても早く新規作成ができるので、このような方法の方がいいなという場合には、今の設定を変えてください。ここから別に先ほどのホーム画面、もちろんここを押せばこの画面はできるわけなので、 どちらを選ぶかは好みになりますが、通常のデフォルトの設定というのは、こちらが通常になっています。毎回のように、これが開いて空白のブックなど新規作成しているのであれば、先ほどの設定で変更してみてください。 以上2つパソコンを起動した時のスタートアップそしてワードエクセルパワーポイントなどの新規作成がメインで行うのであれば今のホーム画面をチェック外してあげるということで新規作成するのがとても早くなりますそして2つ目のショートハット以外の時短術これはクイックアクセスツールバーを利用しようになります 今、パワーポイント開いているんですが、よくパワーポイントね、図形を書いたりしますよね。例えば、この図形を表示するときに、ここ、クイックアクセスツールバーに、常に表示させておいて、例えば、丸を入れたいとしましょう。すると、クリックすると、すぐにここから円が書けるようになります。楽ですよね。これを挿入から図形を選んでというよりは、 いつもクイックアクセスツールバーにあると楽です。これをショートカットで出したいとすると、Alt NSH になります。Alt を押して NSH するとこのように図形を書くことができます。この4つ覚えられますなかなか大変ですよね。ショートカットは時短術とはいえ、ここまでできる人はあまりいないと思うんですね。 なので、ショートカットではなく、このように、クイックアクセスツールバー、ここによく使う図形などは出しておくと便利です。では、これはどのように表示するかというと、クイックアクセスツールバーの右側、こちらをクリックして、そしてその他のコマンドをクリックします。ある程度のものは、 すでに用意されていますので、ここからチェックを入れて随時表示させるのもいいです。それ以外のものに関しては、その他のコマンドをクリックします。ここで、この左側のコマンドの選択。こちらに、まずタブを選んでいきます。今回のように図形の場合は、挿入タブの中に図形があるんですね。ですので、この下向き三角から挿入タブをクリックします。 そしてこの中から必要なコマンドを選んでいきます。すでに私の場合は図形を表示していますので、もしない場合は選んで、そして追加にすることで追加をすることができます。いらなくなったら選択をして解除をクリックすると消すことができます。この右側にあるコマンドがクイックアクセスツール版に表示されます。 OK をクリックすることで、いつもこのようにクイックアクセスツールバーを表示することができます。違うタブを押していても、いつも常々表示していますので、とても優先順位の高いコマンドに関しては、ここに表示するようにしてください。もしも何もしていなくて、ここにクイックアクセスツールバー自体がないという場合、ここクリックしていただくと、まずは、 クイックアクセスツールバー、非表示にする。こうなっていると思うんですね。ない場合。その場合は、クイックアクセスツールバーを表示する必要があります。この右の方、何もないところで、右クリックをして、クイックアクセスツールバーを表示する。こちらをクリックします。もし、下にあるようであれば、リボンの下に表示してみますね。 このように表示されている場合、上に表示させた方がいいのであれば、ここからリボンの上に表示をすることで、いつもこのタイトルの左側に表示されるようになります。ショートカットキーにすべて頼らずに、このようにクイックアクセスツールバーでコマンド表示をするということも一つ覚えておくと便利です。 そして三つ目、ショートカット以外の時短術。これはタスクバーや、まあ、スタートメニューを利用するということになります。よく使うものは、このタスクバー、この下のバーのことをタスクバーと言います。そして、スタートをクリックしたときに、ここ、これがスタートメニューと言います。第一優先順位は、 この下のタスクバーになります。いつも表示させておくことができます。もちろんね、このタスクバーも邪魔だという方は、一時的に非表示にすることもできますが、まあ、タスクバーは通常表示していますよね。いつもどんなアプリが立ち上がっているときも、このタスクバーというのは常時表示をさせておくので、ここにいつも使うものは表示しておきましょう。その方法は、スタートをクリックして、 まずはアプリ一覧開きます。すべてのアプリをクリックして、そして、まあ、例えばアクセスをよく使うのであれば、このアクセスの上で右クリックをします。スタートにピン止めするをクリックすると、スタートメニューに、そしてタスクバーに表示させたい場合は、詳細をポイントし、そしてタスクバーにピン止めをする。 こちらをクリックすると、いつも常時、このタスクバーにアイコンが表示されるようになります。また、インターネットですね。私はこのキープをよく使うので、何かあればすぐキープにメモをしておきます。なので、タスクバーに入れておくんですが、クリックをするとすぐキープが表示されてメモを入力できます。これがとっても便利なんですが、 これというのはインターネット上のものになります。インターネット上のものをこのようにタスクバーに入れたいという場合も以前の動画で詳しく紹介しています。Google Chrome であれば、キープを起動して、そして右上にある3点リーダー、Chrome の設定を開けて、その他のツールからまずショートカットを作成します。まあ、今回このまま、 作成をします。すると、ショートカットを作成することができます。こちらですね。そして、そのショートカットをタスクバーに持ってくると、このようにリンクとなりますので、マウスを離しましょう。すると、ショートカットを作ることができます。インターネットブラウザは、通常は m イクロソ s o f t Edge がデフォルトのブラウザになりますので、そちらの方も合わせて、以前の動画でご紹介していますので、そちらをご覧ください。 このようにタスクバー、それからスタートメニュー、デスクトップにショートカットを貼っておく、これはとても時短術になりますので、ぜひご利用ください。そしてショートカットキー以外の時短術、最後の4つ目になります。これは辞書登録で入力時間を短縮になります。 いくらね、文字入力が早いとはいえ、よく使う文字を入力しておくことで時短につながります。この辞書登録というのは単語の登録とも言いますよね。画面の右下に、これ、A とか A とか書いてあると思います。IME。ここで右クリックをして、そして単語の追加があります。こちらをクリックしていただくと、単語と読み。 そしてユーザーコメントなどを入力することができます。例えば私は住所とかね、電話、あるいはメール、アドレスなどを入力しています。自分が登録したものを見る場合にはユーザー辞書ツール、このように一覧を見ることができます。新しいパソコンにお引越しをしたり、 新しい端末を追加したりすると、このユーザー辞書ツールは移行できないんですね。ですので、このツールから一覧の出力、こちらを押して、そして、まあ、場所はデスクトップあるいは PC などの任意の場所に名前を付けて保存してあげることで、新しい端末の方はツールからテキストからの登録でデータを流し込むことができます。 ここから登録することもできます。ちょっと小さいですけれどもね。例えば、住所であれば、東京都56とダミーのデータを打ちますね。そうしましたら、ここに、住所と登録をしてあげます。ここをね、漢字にしてはいけません。そして、下には、教室の住所などと入れてあげると、わかりやすくていいと思います。今回は登録はしないで、画面を閉じます。 以上、ショートカットキー以外の時短術4つご紹介しました起動時の設定パソコンに電源を入れた時にスタートアップに入れておくとかそれから自動的にパソコンの方でスタートアップに入っているものを削除してみたりそれからアプリワードエクセルパワーポイントのような新規作成を作る場合にはホーム画面ではなく新規作成の設定を変えてみる そして2つ目のクイックアクセスツールバーこちらは何もショートカット例えばね4つもあるようなショートカットを覚えるの大変ですよねですのでクイックアクセスツールバーのボタンコマンドを用意しておくことで素早く操作をすることができますそして3つ目のタスクバーを利用これはタスクバーだけではなくデスクトップにショートカットを作ったりそれからスタート画面にも ボタンをつけておくといいでしょうそして最後の「辞書登録」いくら入力が早いとはいえよく使う文字であれば登録をしといた方が絶対早いしミスもないですよねぜひ設定を変えるなど見直してはいかがでしょうか稲わく TV ではこのように初心者の方中高年の方がデジタルライフを楽しく便利に使えるようノウハウを投稿しておりますまだ チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いいたします。では、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね